パウツクプパウツクツクプツクプス。ホリエモンチャンネル。いやそれでそう今日予防接種マジでワクチン打てるナイトとか多分初めてだと思うんですよ。で僕らの予防医療普及協会の中でもこういうちょっとふざけたイベントやっていいのかみたいな話があったんですけど、でもやっぱり僕これきっかけ作りだと思うんで、アルコール飲まれてない方はで、ワクチン打たれたことない方は僕はぜひ打たれた方がいいんじゃないかなと思いました。その話をしたら寺田さん今日打ってくれるってことで今日ついにこういうのはきっかけなんで、はい、誰かに背中を押してもらわないとできないから、はい、ぜひやってください、はい、いいですか。もう壮絶な同世代なんで、どっちが同世代、私が1個上でした。あ、そうなんだ。はい、はい、でさ、いつ分かったんですか、はい、23歳23の時に分かって、どうやって分かったの。めっちゃ不正出血が出始めたんですけど、なんかでもそれって結構進行した後だよね。治療しなきゃいけなかったんですね。あ、そうです。でもなんかちょろちょろあったんですよ、その23より前ぐらいからちょろちょろあったんですけど、でも私全身性エリテマトーデスっていう病気がありまして、それ全身って何ですか。全身性エリテマトーデスって言って膠原病の一種で難病なんです。それ17歳とかずっと闘病してるのでステロイド剤をずっと飲んでるんですね。だからホルモンが単純に乱れてたんだと思ってたんですよ。ちょろちょろ出血するぐらいで。生理トマトですってさ、女性だよね。女性が多いです。それはい、9割。女性だよ。ちなみにそれはどういう病気なんですか。膠原病だから、要は自己免疫性疾患。そうですね。だから要は自分の免疫細胞が自分の細胞を攻撃したりとかする。ああ、なるほど。やつです、ね。はい、そうです。その医者はその子宮頸がんじゃないのとかそういうの言わなかった。言わなかったし、気にしてなかったので誰にも相談してなかったです。あ、またなんかホルモンの乱れで、そう、生理が何度か来るのは当たり前ぐらい思ってたんですよ。そしたら止まらなくなって、そしたら量が多くなってきて、で友達に相談したら、友達もちょうど卵巣嚢腫で、まあ、出血とかあってすごい4時間にわたる手術してたんで、そんな怖いことってあるのと思って婦人科で、で初めて疑いもなくクリニックにとりあえず行ってみたんですよ。そしたら検査結果が1週間後に分かるって言われてたんですけど、その前日にちょっとやばいから来てくださいみたいなことがわざわざ病院からあって、うん、これはやばいぞと思って、うん、でも全然その日眠れなかったですけど、で、まあ、次の日に行ったらその時はクラス 3B っていうふうに言われたんですよ。クラス 3B って、はい、プラス 3B っていうと、高度異形成か、はい、まだがんの段階じゃないっていうふうに言われて、でちょっと大丈夫なのかなとか思いながら、でもまあ詳しい検査しないとダメだからっていうんで、まあ、大学病院紹介してもらって行ったら、まあ、もうその日にお母さんってどこに住んでるんですかみたいなふうに言われて、で私出身京都なんで京都の舞鶴ですって言ったら呼んでほしいみたいな、まあ、お母さん呼んでっていうくらいやから、これ完全にもう検査の段階で悪いものは見えたいなと思ってめっちゃ怖かったんですけど、でまあ呼んで来てもらったらステージ1B 1期のリンパ節にて、あ、これはまだ分かってなかったの、そう 1B 1期っていうふうに言われました。あ、だけどでそっから、まあ、そこの、病院では手術が、普通の手術だと子宮を全摘するのがあれなんですけど、まあ、日本でも子宮頸部だけを残すお医者さんがいたりとか、まあ、そういう円錐切除術じゃなくて、はい、後半子宮全摘っていう、ちゃんとリンパ節を取らなければいけない手術なんやけど、頸部だけ、ああ、なるほどね、下だけ取るって感じですね、うん、はいはいはい、そうするとね、妊娠もできたりするんで、その希望は捨てたくなかったんで、それができるっていうお医者さんをいろいろ紹介してもらって、まあ、1B だし、まあ、腫瘍のサイズ2センチぐらいだったんですよ。だから結構デカめなんですかこれそう2センチぐらいで、で3センチ以内かそれぐらいだったら頸部のね手術ができるって言われてたから、ちょっと頑張ろうみたいな風にお医者さんとやってたんですけど、うん、結局検査結果でリンパ節に転移していることが分かって、うん、もう全ての希望は絶たれたという感じで、はい、放射線と抗がん剤で摘出はせずに治療するっていうことになったんですけど、あえて手術
ではない方法でお願いしたって感じ。それもなんか選択肢を言われたんですけれど、途中でその日のうちにもう呼び出されて、手術にするか放射線か抗がん剤にするかって言われたんですけれども、放射線と抗がん剤じゃないとあなたはリンパに転移してるのと、その SLE っていう全身性リテマトーデスがあるので、体に余計なストレスを与えたくないということで、私のパターンは放射線と抗がん剤っていう感じで。それでとりあえず治った。治りました。1ヶ月半ぐらいかな。ラッキーだと思います。ラッキーなんですか。ラッキーだと思います。転移してるとなかなか治らないもんなんですか。やっぱり再発してきたりとかあって、ね、まあ、今でもその不安はなくはないと思うんですけど、そうです。3、4年ぐらい、うんうん、何も今のところは、あ、今のところない、ね、はい、それはラッキーですね。ラッキーです。はい、でも子宮頸がんの検診大事って言われるのって何が大事かっていうと、ほんまはがんになる前に検診で見つけられるっていうのがすごい、あの子宮頸がんのいいところなので、夏目さんみたいに接種結果でこんなもんと、ね、できれば思わずにっていうことですよね、うん、そうです。でも本当にね、二十歳ぐらいの女の子って無関心やと思うじゃないですか、うん、そんなね、子供免許なるような病気があるなんて、そんな知らなかった。いや、だからそうそう、俺も昔付き合ってた彼女が子宮頸がんになっちゃったの、はい、で、嘘だろうって、騙してんだろお前とかって思った、マジで、うん、25歳ぐらいだったから、うん、その子も、うん、でも、子宮頸がんだった、ほんまに。ほんまに若い時からなる病気で、うんうん、いやだから俺はなんかだから同じぐらいの年だったから全然知識なくて、うん、嘘でしょって思ってた、うん、その頃は、うん、だからそんなレベルだと思う。みんな今自治体は結構、まあ、自治体もよるんですけど、20歳から子宮頸がんの検診のクーポンを送っているところが多くって、でもやっぱり20歳とかだと、まあ、自分の見えないとかって思っちゃうんですけど、もし20歳ぐらいのお知り合いの子、20代のお知り合いの女の子には子宮頸がん検診受けてるかってみんな先生、70人に1人が78人に1人が子宮頸がんになる、子宮頸がんになっちゃうの、なっちゃう、そんなになるの。なります。やばくないですか。多分そ今後78人に1人の国って多分日本だけになっていく。へえ、それはワクチンが広まってないから。そうですね、悲しいことに。ダントツで高い数字ですか、これは。他の国は、まあ、今後ですけど、もう明らかに HPV の感染自体の感染率、今だから25、6歳ぐらいの世代が第一世代だとワクチン日本で。そうですね。ユーコスさんとかね。そうそう、そのあたり。ユーコスさんは開始の年、開始の年だったんだけど、彼女は注射針が怖くて。注射採血多めに当てっていう。そう。で、1回打って失神してしまって、別にそれ子宮頸がんのワクチンに限らず注射でそうなっちゃう人なんで、1回でやめちゃったっていう。で、その後打ってないっていう感じだったんだけど、あの世代だけだよね。そうですね。でもそこからもう、その先は、通知がいかなくなってしまったので、うん、本当に 1% も打ってないっていう、そうなんですよ。だから多分ずっと78人1人みたいな感じだよね、うん、多分。本日はここまで。今回は予防医療普及協会の子宮頸がん予防プロジェクト他の啓蒙イベントでのトークをお届けします。子宮頸がんを発症し克服したアイドル夏目亜希さんと産婦人科専門医の稲葉加奈子先生をお招きし、予防と検診の大切さについて伺いました。クラウドファンディングや子宮頸がんの予防情報を届ける署名運動などをしています。応援よろしくお願いします。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。概要ウェブに頼った天使が